はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。エンジョイ龍二郎です。さあ本日なんですが、皆さん徳松長次郎というキャラクターはご存知でしょうか。あの遊戯王アーク5というね、あのアニメで登場する、あのすごいうさんくさそうなのか坊主のおっさんなんですけども、あの長次郎さんが使ったカーディアンというね、デッキを本日はご紹介していきたいというふうに思っております。あのカーディアンデッキどういうことするかっていうとですね、自分だけめっちゃエンジョイして、で自分だけめっちゃドローして、で自分だけめっちゃ展開してめっちゃ迷惑行為するっていう言い方が悪いな。すごいね、楽しい、自分だけめっちゃ楽しいデッキです。はい、あの相手にするとマジ展開長いから、でもしかも運ゲーすぎるし、なんか結構相手するのめっちゃ疲れんじゃねえかなって思ってるんだけど、自分で使うとめっちゃ楽しいんで、ぜひね、あのしかも安いですし結構、あのなので皆さんもぜひ使ってみていただきたいと思うんですけども、まあメインデッキは安いか、あのここのなんかエクストラデッキ頭おかしいぐらい UR 多いけど、これはなんか別にこんなにやってもいいから、あれだわ、あのそんなにあのタグもないわ、あの こんなにいらないです UR、 あの入れるカードないから入れてるけど、で、どういうあのギミックかっていうと、花札ってね、カーディアンモンスターたちっていうのは大体ですね、まあ、召喚するか、まあ、特殊召喚に成功するか、または起動効果で、デッキからカードを1枚ドローするんですよ。でドローした時にお互いにそのカードを確認するんですね。でそれがカーディアンモンスターだったら、特殊召喚できますとか、まあその固有効果をなんか発動できますとかっていう効果があるんですよ。例えばこのカーディアン松だったら、召喚に成功した時に1枚ドローしてお互いに確認して、カーディアン以外だったらそのカードを持ち送る、要はカーディアンだったらドローできるだけみたいなね感じなんですよね。で例えばこのボタンにしようだったら、ドローしてカーディアンだったら、こっちちなみに召喚条件は一応あのカーディアンモンスターリリースするっていうね、条件なんだけども、特殊召喚成功した時にデッキがドローして、それがカーディアンだったら、デッキトップを3枚、相手のねデッキトップを3枚確認して、そいつを一番上か一番下に戻すよっていう効果なんですよね。でね、こういう効果を駆使してめちゃくちゃデッキからカードをドローしながら展開して、まあ、シンクロ召喚につなげていって、そのシンクロモンスター並べて、まあ、ぶん殴っていったり制圧していったりするっていう、そういうデッキです。はい、これがカーディアンデッキでですね、何が一番その強いかっていうと、このカーディアン五行っていうモンスターがまあ強いんですよ。これがめちゃくちゃ強い。まあアニメでもね、あのドヤ顔でエンジョイ長次郎が出してましたけども、このカーディアン5個っていうモンスター何するかっていうと、チューナープラスチューナー以下のモンスター4体っていう、なんかあまりにも重すぎるあの条件で、あの召喚条件なんですけども、これね結構カーディアン簡単なんだよね、出すの結構簡単で、割と簡単に5体のモンスターなんか並べられるんですよ。でしかもあのさっきのボタン2丁とかこういうモンスターの効果で、あの進行召喚する場合フィールドの全部 あのモンスターをレベル2モンスターとして扱うよっていうことができるんで、まあ、その要は5体でレベル10が合わせやすいっていうね、まあそういう感じなんですけども、これ一旦に一度ちなみにあの相手が魔法トラップモンスターの魔法トラップカードを発動した場合、それを無効にして破壊するよっていう、そういう効果になってます。はい、で進行召喚した、このカードが、戦闘破壊されたら、クスタルデッキからカーディアン5個以外のカーディアンシンクロモンスターを特殊召喚できるし、カーディアンモンスターが相手モンスターと戦闘を行う場合はバトルフェーズの間だけその相手モンスターの効果を無効化されるよってことで、まあ、クリスタルウィング進行ドラゴンとかね、ああいうモンスターの効果を無効化されるのが結構強いという話なんですけども、まあ、この辺のモンスターをね、まあ、頑張って出していくために、じゃあどういうモンスターがいるかっていう話なんですよね、メインギミック。まず、松はさっき言ったように、ドローして、まあ、通常召喚できるやつですね。で、これ、カーディアン桜にマーク。これは、召喚条件、ただ特殊召喚できるだけ、これ。というのは、このカードを相手に見せて、自分はできたら1枚ドローして、カーディアンだったら特殊召喚できる。違った場合は、そのカードを墓地送る。これね、マジで運ゲーなんで、デッキトップは、カーディアンじゃないといけないんですよ、基本的に。基本的に花札モンスターじゃないといけないんですよ。基本的にね。これね、違った場合は、結構アドソンになっちゃうんだけど、まあアドバンテージを回復するカードもいくつか入ってるんで、それはちょっと後で紹介しましょう。で、桜。桜は、これちょっと召喚条件あって、自分のフィールドにレベル2以下のカーディアンモンスターが存在する場合に手札から特殊召喚できますよと。で、一旦一度自分のフィールドのカーディアンモンスター自身でもいいんだけど、リリースすると1枚デッキからドローして、カーディアンモンスターだったらデッキから、こいつ以外のカーディアンモンスターを、手札に加えると特殊召喚できるよっていうね。そういう効果になってます。はい、まあ、モンスター増えないですね、だからね、こいつはね、モンスター増えるモンスターとモンスター増えないモンスターもいて、モンスター増えないモンスターは例えばこのボタン2丁とか、あとまあイノシシとか、鹿もそうなんだけど、これあのボタン2丁はさっき言ったように中南になれるよっていうのとデッキトップ見るやつね。で、イノシシはデッキから1枚ドローして、カーディアンモンスターだったら相手のモンスター破壊するやつ選んで、これね選んで破壊なんで結構強いんですよ、あの対象取らないんで。
で、違った場合ウォッチ送るんで、これ違う時が一番きついですね。はい、カーディアンっていうのはさっきから言ってるよね。で、鹿は、魔法トラップ破壊するやつ1枚ドローして、カーディアンだったら1枚破壊魔法トラップを。だからモンスターとか魔法トラップはこのイノシシとか、それから鹿で破壊して、で、まあ、自分だけシンクロ召喚して気持ちよくなるっていうデッキですね。で、こっち、カーディアンにススキはこれ、カーディアンモンスターを、打ち出る、こっちできるっていうモンスターですね。自分のフィールドにレベル7以下のモンスターカーディアンモンスターが存在すれば手札から特殊ができて、ターン終了時カーディアンモンスターしか特殊ができない代わりに、デッキにね戻すんですよ、手札のカーディアンを。で、その分引けるよという、まあ、だからこれで、いらねえカーディアンを戻して出せるカーディアンを引いてこいみたいなね、まあ、そういう運ゲーで、これは、フィールドにレベル10以下のカーディアンが存在すれば出せて、で、墓地のカーディアンを戻すと1枚ドロー。これが強いんだよね。これアドバンテージ獲得できるのと、一回その間違ってやっべ魔法トラップめくれちゃったみたいな時もあるんですよ、もちろんね。まあそういう時にこいつでアドバンテージを回復していって、もう一回展開していくみたいなことができるんで、はい。で、こいつはレベル11のカーディアンモンスターをリリースすると特殊召喚ができますよっていうチューナーモンスター。これもさっきのボタンのに蝶と一緒で、チューナーになれるんで、レベル2モンスターとして全部他のモンスター扱ってね。だから、まあ、おののみちかぜか、ボタンに蝶を使って、この五香とか、この辺の地の地下蝶とかを出していくみたいな感じですね。で、魔法カードは、死者蘇生増援は、まあ、いつも通りって感じで、まあ、増援はこちらに全部戦士力なんでね、レベル4以下だったら、まあ、サーチできるんで、これ1枚ということと、どういう活動、これね、めっちゃポチいくんですよ、カーディアンモンスターって。シンクロ召喚、そもそも五香をシンクロ召喚にした段階でもうすでに5枚いきますし、墓地にねカーディアンがで、リリース取得召喚みたいなモンスターもいるんで、このカードめっちゃ打てるんですよね。で、こいつを発動できた時の、まあ、アドバンテージの回復能力がすごいんで、まあ、これ2枚ぐらいやった方がいいですね。で、花合わせ、これもね書いてることは結構やばくて、これ発動するターンカーディアンしか出せない代わりに、デッキから攻撃力100のカーディアンモンスター4体特殊召喚できるっていう、1枚が4枚になるカードなんですよこれカーディアンだから許されるパワーカードです。はい、まあ、一応効果無効になっちゃうんで、その効果を発動することはできないですけども、まあ、そいつをリリースしてね、モンスターを展開していくっていうのが基本的な動きですね。で、超コイコイ、これもぶっ壊れで、自分のデッキの上からカードを3枚めくると、でその中のカーディアンモンスターを可能な限り特殊召喚できると。効果無効にするけどね、その代わり、レベルを2にして特殊召喚できますよという。で、魔法、トラップカードとかカーディアン以外であれば1000ライフ失ってしまうよ、かけるね、かける1000ライフ失ってしまうよっていう効果になっております。これがね、発動できると結構モンスターがここに並ぶんで、割と、まあ花合わせと一緒に展開札になってくれるみたいな感じですね。で、超コイコイは墓地の効果もあって、墓地からこのカードを、除外して自分のフィールドのモンスターリリースすると、手札からカーディアンモンスターを特殊召喚できますよ、召喚条件無視してってことで全部出せます、何でも。なので、これで召喚条件むしれるから、なんかその特殊召喚した時の効果とかを発動していけるみたいな感じですね。はい、超高級は最強カードで、花札、札再生、これもカード最強、これも最強。これどういう効果かっていうと、自分のうちのカーディアンモンスターを対象にとって、そのモンスターを手札に加えると、その後手札からカーディアンモンスター一体を召喚条件無視特殊召喚できるってことで、墓地のモンスターを持ってきてそのまま出せることもありますし、持ってきて違うモンスター出してから持ってきたモンスター特殊召喚することもできます。はい、最強です。で、さらにこのカードがカーディアンモンスターの効果で墓地を加えた場合もあるんですよ。これ要はカーディアンで例えばイノシシを出すと、で特殊召喚した時にデッキトップめくれました、カーディアンじゃありませんでしたと、そういう時もあるんですよ、もちろん。で、そこで花札、札再生がめくれた場合、めくれた場合は、このカードがカーディアンモンスターの効果で墓地を加えた場合、デッキから、カードを5枚上からめくってね、その中から魔法トラップカード1枚選んで手札に加えると、これで札再生で札再生めくれたら札再生を加えることもできるし、札再生で貪欲な壺が加えられることもあるし、これ最強なんですよ。これはね、カーディアンの効果でめくられても大丈夫なカードということで最強です。はい、これも最強で、超勝負、これはね、まあ、最強というか、これは運ゲー。自分のフィールドのシンクロモンスター1体を選んで、持ち主のエクストラデッキに戻して自分の墓地からカーディアンモンスター4体を選んで特殊ができると、その後、自分はデッキから1枚ドローしてお互いに確認すると、それがカーディアンモンスターだったら、召喚条件無視して特殊ができるし、違ったら全部っ破しなきゃいけないっていう自分のモンスターを、でしかもライフ半分になるっていう、これはマジで大勝負するときに1枚だけ発動するカードとしてやっぱエンジョイしていきたいんで僕も。はい、だからこのカードが入ってるっていうことですね。はい、で、このカードがカーディアンモンスターの効果で墓地を加えたら、エンドフェーズになんか魔法トラップカードを選んで手札に加えるよっていうことがあるんで、超コイコイとか、まあ動揺感ツボとかを回収して、まあ、次のターンに備えるみたいな動きですね。はい、まあメインデッキは以上
で、まあ、エクストラデッキですね。エクストラデッキは、まあ、一応リンクモンスターとかも出せることはあるんで、召喚条件引っかかんなければ、あのこういうカード使わなければ意外と出せたりするんで、まあ、リンクモンスターとか入れてもいいんですけど、まあ、ほとんどやっぱ制約かかっちゃうんで、展開してる間に、まあ、だからまあカーディアモンスターで固めました。はい。で、五行はさっきやったんでいいですよね。アメシコは、このカードがモンスターゾーンに存在する限り自分のフィールドの金札は、効果で破壊されないし、効果が対象にならないということで、まあ、ライトニングストーンとかね、ああいうのも効かないですし、対象にならないのも強いですよね。で、相手のドローフェーズに相手が通常のドローをしたら、1500ダメージを与えながら、相手エンドフェーズに、次のターンのドローフェーズをスキップするか、次の相手スタンバイフェーズまでこの効果を無効にするかっていう効果を選ばなければいけないっていう感じですね。強制効果。3番はデメリットだけど、まあ、こいつ出せれば、開始のターンで、カナディアンが破壊されなくなるんで、まあ、結構強いですわ。で、このイノシカチョウさんはね、これのね、制圧効果結構高くて、これ2番の効果、一ターンに一度自分の墓地のカーディアンモンスターを除外すると、相手ターン終了時まで相手は墓地のカードの効果発動できないし、墓地からモンスターを特殊召喚できないっていうね、これ結構刺さるんですよ。だから、あのね、理想展開は、あの五行と、まあ、イノシカチョウ出して、イノシカチョウの効果で墓地効果封じといて、五行の効果で魔法トラップを一回無効にするっていうのが一応理想展開ですね、先行の。まあ、ここだったらなんかもうひたすらにそのイノシシとか、鹿とかで、バカバカ破壊してぶん殴っていけばいいんだけど、はい。まあ、先行はこれ2体出すのが理想ですね。で、カーディアン月花見は、チューナーモンスターなんですよ、シンクロの。で、一旦に一度自分のメインフェーズに自分のデッキから1枚ドローしてお互いに確認して、それがカーディアンだったら召喚条件無視特殊ができますよ。で、この効果で、まあ、月花見からもう最悪ね、そのなんか3体しか名前とかあるんですよ。3体しか名前の時に月花見とかを出して、で、なんかそのワンチャンにかけるみたいなね。まあ、そういう動きをしていったりとかしますね。はい。で、あとは、まあ、出せりゃなんでもいいんだけど、アークディクレアラーは一応22で出したりできるんで入ってるっていうのと、あとトロミアニコーンとかフェニックスは一応汎用カードだから入ってるっていう感じですね。まあほとんど出したことないけど、まあトロミアフェニックスはなんか1回だけ出したことあるぐらい、そんな感じですね。というわけで早速エンジョイ龍二郎による絶望の自分だけエンジョイデッキをお見舞いしていきましょう。夢るとはすなわち人生なり、人生は一度きり、勝つ日もあれば負ける日もある、負けを恥じず勝っておごらず、すなわちレッツエンジョイ。さあやっていきましょう、エンジョイ龍二郎の一人エンジョイのお時間ですよ。さあまずは超恋恋を発動。超恋恋の効果によりデッキトップを3枚めくり、その中のカーディアンモンスターを2体特殊召喚できる。ほい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 エンジョイほいエンジョイほいほいエンジョイほい。今イノシシマジいらねえな。あ、これ強制効果、ちょっとうるせえうるせえうるせえ、強制効果結構うるせえんだよな。これ効果無効っていうから、どうせ効果発動できないんだけど、強制効果の場合なんか必ず発動しなきゃいけないからね。はい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 、うるさい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 、うるさい、待って。でまずはこれススキ打って、これ手札入れ替えですね。はっきり言いますけどめちゃくちゃ長いと思うんで、このソリティアよろしくね。だからランク戦集会、なんかある、ランク戦集会するの無限王よ、なによくも俺のカーディアンのススキの効果を止めやがって。ちょ、まあ一応でもまあ動けるっちゃ動けるから、まあ動くか。効果無効になってるやつリリースしてね、一回リリースして、で札再生もあるし、まあ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 、でここで一番何が引くかっていう話ですね。ああオッケー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 、いいよいいんじゃない。で桜効果、自分のフィールド上にレベル2以下がいるんで特殊化できる。で桜効果発動する。桜効果、フィールド上のカーディアンモンスター、こっちでいいや、俺をリリースして1枚ドローしてカーディアンだったら特殊化ができる。よし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 、いいぞ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 。そしてこの最強モンスターをプッと特殊化して、おいでだな、一旦1枚ドローしてから考えるか、1枚ドローしてから考えよう。カーディアンの柳ちゃんは、墓地のカーディアンモンスターをデッキに戻すことによって1枚ドローできるとかいうぶっ壊れ効果を持っている。さあ来い、あ、そう、もう1回来る、いいね、もう1回来るのいいよ非常に。でボタンに蝶も特殊召喚していこう。でこれで柳いるからシンクロ召喚は絶対にできますね。はい、で効果発動、おい、あ、オッケー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 、あ、いいんじゃない、結構割と強そうだけどな。電脳界ほーん、なるほど、わからん。じゃあどれデッキトップにすればいいのこれ、ちょ、わからん、これわかんなすぎるけど、まあ、一旦なんかそのトラップカードはすぐには使えないと読んで、
トラップガードにしておこう。一旦な、一旦で、柳ちゃん特殊して、おい、ね、柳ちゃんの効果で1枚ドローしていく。いや、この柳とかいうモンスターやばすぎるよね。こんだけモンスター展開してまだ手札4枚ですからね、僕これこれで、はい、最強です。でですね、この5体のモンスター全てを使ってシンクロ召喚。その神々しきは聖なる光、今天と地と水と土と金となりて照らせ、シンクロ召喚。現れよレベル10カーディアン五光ジャギーン。かっけー、なんてかっこいいんだ。あとはカーディアン松を召喚。召喚に成功した場合カードを1枚ドローさせてもらうぜ。あー、貪欲なツボいった、貪欲なツボいってもうた。一旦桜に巻く、桜に巻くを特殊、1枚ドローしてカーディアンだったら特殊召喚できる。 OK で、どうしよう、これもうなんか一体五個を並べられたらしねえかな、それやりすぎかな。こいつ長えなって思ってんだろうな。ちょっとチューナーモンスターをちょっと引きたいんですけど、なんかありますかね。これチューナー引きたいんですけど、なんか、あー、こっち来たか、こっち来た。でデッキからモンスター特殊ができる。あ、強い、いいよ、これいいね。で柳特殊よし、いいぞ。もう一体5個出せんじゃないか、これ頑張ったら。カーディアン、柳、戻して、1枚ドロー。ああ、いいね、いいよ、非常にいい。ね、増援の効果、これ何持ってくれんだ。ああ、なるほど。これは、レベル1いるから、あれやな。どれや。桜に、これ桜や。桜持ってくればいい。で、桜特殊するだろ、桜特殊するだろう、これ。あ、先にこっちか。先に柳に斧の道風を出していこう。はい。はい。で、札再生もあんだ、俺。ねえ、1枚ドローしていく。オッケー。これ、だいぶ強えぞ。で、イノシカチョウを出して、イノシカチョウくんの制圧効果めっちゃ強いんですよね。相手はなんか、墓地からモンスター特殊召喚できないし、墓地のモンスターの発動できないとかいう、なんか、あまりにもやべえ制圧効果持ってるんです、こいつ。こいつね、マジ強いんで、出し毒みたいなとこありますね。はい。で、カーディアン、イノシカチョウの効果を発動してもらうぜ。イノシカチョウくんの効果は、帽子からカーディアンモンスターをゲームから始まると、相手は次のターン、帽子からモンスターを特殊召喚できず、帽子のモンスターの効果を発動できない。そして、だな。あ、これ、あ、間違い、あ、やべえ。あ、でもやばくねえわ。大丈夫だ。やばくはねえな、別に。さっきこれ、桜出すの忘れたな。ちょ、まあいいや。なんかね、これ、本当にね、なんかやれること多すぎて、困るんですよね、逆に。自分の展開。どうすればいいのか。あー、これ、ミスったな、これ、完全に。これ、完全にミスったな。いや、桜出しとくべきだったが、しゃーねえな、これな。ちょ、完全にミスったな。まあいいや。斧の道風特殊。はい。で、これチューナー出しといてた。で、1枚ドローしていく。オッケー、いいぞ。よし、いいぞ。で、桜に巻く。あー。まあ、こういうこともありますわな。なるほど、龍一。で、一旦こいつリリースして特殊召喚していく。はい。で、1枚ドローして、カーディアンモンスターである。よし、いいぞ。いいぞ。あとはもうなんかこれ、超濃い、いやー、これ超濃い声出すしかねえか、これ。これもう一体5個出してんだよな。もう一体5個出すとかいう、なんか神引き大きいから、これ。さあ、桜を強引に特殊召喚し、桜くんの効果を発動し、桜くんの効果で、フィールド上のこいつをリリースすることによって、カーディアンを特殊召喚できるぞ、いいぞ。よし、いいぞ。で、一旦すすき出して、で、すすきで一回、打ち出のことしましょう。打ち出していく。オッケー。カバーリングができる。カバーリングができるぞ。先ほどのプレミア取り返していく。スタイル。あー、オッケー。もう一回すすきいくか。じゃあ、なんか、あまりにもターンが長え。あまりにもターンが長えぞ。何分回してんだ、こいつ一人で。やばすぎる。絶対サレンダーされる。こんな巣だったら。どんつぼ来た、
ドンツボ来た、でけえ。相手サレンダーしねえのすげえな。もう一体一応あれっすね、出せればいいわけですよ僕は。もう一体モンスターを出せればいいわけですね。つまりあ、それかあれだ、アメシコでもいいですね。アメシコを出しとくと、あの効果で破壊されなくなるんで、なんかライトニングストームとか効かないんですよね、こっちのカーディアンモンスター。結構それはそれ強いみたいな話あるんですよ。いやー、これ1回出すか。まあでも一応1回出すか。1回出して運試しして、まあでもアメシコでもいいか。最後アメシコでもいいわ。あー、ボタンにしようか。なるほど。まあこれはもうなんかデッキの一番上に置いといて、トラップカードを、はいはいはいと、はい。いやー、止まったな。アメシコ出すか。アメシコ出そう。俺はこの4体のモンスターで心境召喚。涙雨光となりて降り注げ、シンクロ召喚。いでよレベル8カーディアン阿部志向。長かったな。なんかちょっと下手くそだったなこれ。もうちょっとねうまく回せるとね、なんかね5個5個阿部志向みたいになるんですよね。いやー、まあしょうがない。まあ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 いいでしょう。で、相手は墓地のモンスターの効果を発動できない魔法トラップカードの効果1回無効になる。1500番入る。で、僕のカーディアンモンスターは効果では破壊されない。なんかマジで電脳界わかんねえ。これ止めたらいいのかな。これ電脳カイトジーロン、ちょわかんねえ。これ止めればいいのかな。これ電脳界マジでわかんねえ。ちょ、向こうにしとくわ。わかんねえから。わかんなかったら向こうにしとけっておばあちゃんが言ってた。早計だったらごめんなさい。電脳界プロの皆さん、今からあの電脳界に対するクソプレイングをね、私お見舞いしますんでよろしくお願いします。VFD も言うて、まあ上からぶん殴れるんで、まあ相手はなんかこの5000モンスターを突破しようとしてくるしかないんだが、ここで急進行したところでこのモンスター突破できねえだろうな。多分5000だぜ俺のモンスターの打点。高えよな。で、効果では破壊できねえ。まあ要はバウンスとかは効くわ。はい、あー、はいはい、シェンシェンね。はい、シェンシェンはいいわ。シェンシェンはいい、別に。で、墓地のモンスターの効果発動できないから、今墓地送られたモンスターの効果は何も起きないはず。さっき脳死箇所出しといた。よし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 。これはまあ相手スタンバイフェーズまで向こうでいいか。でですね、あとはあの魔法トラップカードを私が止めればいいわけですよね。つまりまあ1回は必ず5攻で止められるんで、とりあえずカーディアン待つ召喚で。さあ、待つ効果発動。カードを1枚ドローし、カーディアンモンスターだった場合、おっと、なんだそれは。ちょ、わからんわからん、向こう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 、わからん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 、向こう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 、わかんないから向こう。何それ、わかんねえ。何、テキスト長い。テキスト長、天皇界全然知らんけどテキストクソ長くて読む気しねえ。俺はテキスト読まないでいくぞ。テキストどっか放棄。でも何も起きねえ。なんか死んだけど何も起きねえぞ。とりあえずこいつをリリースして、俺はボタンに超特殊召喚していくぜ。うん。そして、ボタンに超の効果でカードを1枚ドローし、カーディアンモンスターだった場合、デッキトップ強そうだな、相手の。まあでも、割とでもこれ、何引いてもデッキトップきついだろ。これ多分ね、ウララとかね、にしといたらね、もう相手でも結構きついと思うんだよね、これ。で、カーディアン桜に巻く。よしよしよし、いいぞ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 、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、繋がってるぞ。よし、いけ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 、お前らいけ。で、カーディアン柳を発動して、デッキにカーディアンを墓地から戻すことによってカードを1枚ドローしていくぞ。これはイノシシかなんか戻しておきますか。一応かぶってますし、まあ、札再生来てもイノシシサーチできますしね。あ、サーチっていうか、あ、札再生来た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 、でかい。イノシシ出したら勝てるか。札再生発動。札再生の効果によって俺は墓地に存在する、イノシシを回収し、イノシシ出す。ほい。ねえ、イノシシ特殊召喚、行け。ハギにイノシシ特殊召喚成功時効果発動。カードを1枚よろしい。それがカーディアンモンスターだった場合、バカだれバカだれ。じゃあ、お前何してんだ、お前何してんだ、お前何してんだ。いやでもお前言うてこれんだ、ぶん殴ったら勝てそう。これなんかあんだっけこれ。ちょ、わかんねえけど、これぶん殴ったら勝てそうじゃね。ちょ、テキスト読んでないんだけど、これさ、ぶん殴ったら勝てそうなんだけど、これ進化召喚した方がいい。これメイン2でいいか、進化召喚するのなんて。
5個出す必要あんのかこれ。ちょっとなんか小野の道数だけ出してちょっと一応なんかなんか起きないかな、なんか起きないかなこれ。超こいこい超こいこい超こいこい、もうなんかめんどくさくなってきたな考えるの。殴ろうかな。もうこれ殴ればよくねこれ。別に動くのメイン2でいいだよこれ。ぶん殴るわ。わかんねえけどぶん殴るわ。もういけアメシコーでアタックうおーって。なんもねえ、なんも起きねえぞ。なんだったんだあいつ。いけおいけお前ら。カーディアン5号ダイレクトアタックエンジョイ。しゃあ、このデッキマジ長え、マジ疲れる。さあハンドはまあ割と悪くはなさそうだな。増援があるし松あるし、まあ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 悪くないんじゃない。まあ、相手 の、 あの展開力によるけどね。意外となんか妨害も割と手数で踏み越えていけることはあるんですよこの人たち。結構あの展開力はある方なんでね、カーディアンモンスターたち、はい、魔法カードでもモンスター国でもっていうか展開力があるっていうか展開力しかねえというか。サイバープチエンジェル何ベンテン、やべえなんだサイバープチエンジェル、機械系しか。デクレアプロフェシーやばい、それはやばい。ちょ待って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 、あのやめよう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 。いやそういうのよくないよ、よくないと思うな、よくないと思う。よくないと思う、それは。くそマジで元祖アルデク来たわ、元祖アルティメットデクレアラー来た。これマジキモいんですねこれモンスター。まあ、マジキモいって言っても、宣告者ドライあのデロイドじゃねえや、宣告者機械天使とかいうねゲロヤバデッキ、いつか動画にしてるんでよかったら皆さん僕の動画見てください。めちゃくちゃ対話系モンスターなんですよ一応。パーデクってパーデク何するかっていうと、カードの効果を手札から天使速を捨てることによって、まあ、無効にするよっていうモンスターなんですよね。はい、でまあ天使速モンスターめっちゃ多いのでこのデッキ、まあなかなか無効にしてくる感じあるんだけど、一回増援で、さあ増援の効果通りますか。あーオッケ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 ー、手数4枚ね。いや4回と4回の手数出るかな、なんかワンチャン出る気がするんだよな。で松破壊されて柳出せるから、まあ、とりあえず一旦こうでしょ。でガーディアン松召喚効果発動。あの4体並んだらねワンチャン3000打点で一回ぶん殴りに行くっていう選択肢取れますんで、はい、何の効果も使わずに一旦3000打点作ってぶん殴りに行くっていう、まあ、ちょっとあのオネストとかいうやべえモンスターいるかもしれないけど、で札再生効果でデッキトップ4枚をめくって魔法カード1枚を手札に加える、まあ、蘇生あるからまあワンチャンあるか、はい、OKOKOK、 まあ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  OK でですね、上から順番かこうで、でですね、まあ、一旦カーディアン桜に巻く発動で、桜に巻く発動どう。手札に天使族が何枚いるかなんですよね。3枚あったら結構やばいか、3枚あったら柳出して柳からの1枚ドローで蘇生、いやまあでも蘇生あるから意外と緊張してるけどな。はい、で1枚破壊する、はい、バリ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 ドーンってなる、ドーンってなる、で柳出す。これも無効にしてくるか、これも無効にしてくるか、さあどうする、これも無効にしてくるか。うぜえうぜえこのモンスターゲボうぜえ、無効にしてきそう。あ出てきてもいいと、出てきてもいいと、柳の効果を発動するがよろしいか、1枚ドローさせてもらうかよろしいか。さあ桜に幕を墓地に戻して、あで墓地からデッキに戻して1枚ドロー、通れ通らねえ、まあ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 、まあ、死者蘇生がまだあるよ、こっちにはこっちにはまだ死者蘇生があるんだよ。くそ死者蘇生を発動、死者蘇生の効果により墓地の
カーディアンス柳を特殊召喚したい。特殊召喚もできる。オーケー、特殊召喚もできる。オーケー。そしてもう一丁柳の効果発動だ。さあ桜に幕を墓地からデッキに戻してカードを一枚取ろう。まだある。うぜえ、くっそうぜえ、ガチでうざい。まあ一回でもボタン2丁出すしかないか。ボタン2丁出すしかねえ俺も。ちょマジで奇跡起きろ。こっからこっからの札再生、札再生来い。あ、すすき来た、すすきは来た。デッキトップはなるほど、これ事故らせりゃいいんだよな相手も。つまりこれ要はこうしときゃいいんじゃねえか。これこうして魔法にしといたらもう相手あるだろ、きついだろ。でカーディアンススキは出すしかねえんじゃねえか。カーディアンススキは出していくしかねえんじゃねえか。ススキ出してボタン2丁を戻して1枚ドローしていくしかねえんじゃねえか。でススキを特殊召喚していく。で効果発動で、これを戻して1枚ドロー、うん、あー出せねえ、止まった、くっそ、バトルするしかねえ。行くしかねえ。ただ相手はデッキトップデクレラープロフェシーだからな、しょうがねえ。まあちょっともうカーディアモンスターしか出せないっていう縛りもあるしな、しょうがねえ。これはこれターン終了だ。いやでこれデッキトップデクレラープロフェシーなんで、相手はもうほんとこいつしかないですよ。パーフェクトデクレラーしかいない。だから次のデッキトップ俺が何引くかって話だな。つまりはい、パーフェクトデクレラバトル、いいだろいいだろいいだろ、よし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 。でまあ多分このチューナーがやれるわな、チューナーがやられる。いやこれなトップアンが展開できるから引かれて結構きついなこっちも。はい、でそっちだよね。オッケー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 、いいでしょういいでしょう。相手にとって不足はね、俺のターンドロー。まあ、一応出せんのか、一応出せる。通常召喚はできる。でリリースして特殊召喚もできると。イエス、カーディアン桜、桜効果発動。桜の効果によって鈴木を墓地に送って札再生、うわ頼む、魔法トラップめくれてくれ、札再生の効果発動で、どうしちゃ、よし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 。え、まだ使えんのかこれ、5枚あるか墓地に。あるな、よっけ、オッケー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 、よし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 。カードの順番はなんかこのハギにイノシシ持ってこれる、来た、破壊できる、よし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 、クラエドを良くなつも残業余裕はできてるか、よしこのクソモンスターが二度と俺の前に現れるんじゃねえ、ゴミモンスターが。さあエンジョイ龍二郎によるエンジョイ劇場をお見舞いしてやろう。これがエンタメデュエルだ。さあ行け、カーディアン松を召喚、カーディアン松の効果を発動。カードを1枚ドローして、あ、札再生 OK、 札再生が落ちをかけた場合デッキトップ5枚を見て、その中の魔法トラップカードを1枚手札に加えることができるぞ。ドロール&ロックバード、なに、やべえ、もうこのターンドローできねえ。おいふざけんな、おいふざけんな、ガン刺されしてんじゃねえか、おいふざけんな、お前何してくれてんだ、ふざけんな、マジでドロール&ロックバード、マジきついな。ちょっと待って待って、ドローできんかったらエンジョイできねえんだよこのデッキ、やばい、世界が終わったかもしんねえ。これカーディアンまず召喚してターンエンドまである、これやばいやばいやばい、ちょっともうこれ、え、やば、これマジでやることないんだけど、え、マジで世界終わる、これドローランドロックバードは、あーあー、逃げろ待つ待つ、逃げろ待つ、うわあ。ドロール&ロックバードガン刺さりー。ちょマジで無理、ちょドローできないわ、本当に無理。